よーい、はい、僕もて YouTube でまずは自己紹介いたします。私司会を務めます俳優の小牧祐介です。僕もてメルマガというメルマガを主催してます映画監督の入江優です。メルマガ執筆人で俳優の亀田理想です。はい、はい、よろしくお願いいたします。今日は3人で、そうですね、はい、今回はですね、この3人でですね、今回は AI 崩壊のですね、刑事、のですね、三浦友和さん、そして広瀬アリスさん、はい、このお二人を中心に、話しながら、あと、あれですかね、みんなの好きなバディモノとかね、うんうん、1本ずつぐらいおすすめ。そうですね、まあ、あのちょっと前段であの AI 崩壊が1月31日から公開になります、はい、ということで、あのこのメルマガというか僕もて YouTube ではあの主演の大沢たかおさんとか賀来賢人君、はい、岩田貴則君という方々、はい、男性陣に肩書きましたが、そうですね、今回ちょっとね異色の2人がいるんですよ映画館に、はい、横剣の中でちょっと見ていただくと出てくると思うんですけど、あの刑事役で広瀬アリスさんと、はい、まあ、三浦友和さんという2人が、はい、バディで謎を追うという展開に、一応ですね、このチラシの方の所轄のベテラン刑事が三浦友和さん、はいはい、そして警視庁捜査一課の新米刑事が広瀬アリスさん、はいはい、結構デコボココンビですよね、うん、という、はい、年配と、まあ、若手という、そうですね、バディなんですよ、まあ、あの個人的に昔から刑事とか探偵のバディものが好きっていうことがあって、この2人はちょっと昭和の刑事をちょっとやってもらったんですよ。まあ昭和っぽいというか、時代設定は2030年なんで、はい、近未来なんですけど、まあ、アナログな部分はアナログで残るだろうということで、そのアナログを体現してもらってますが、はい、あの予告編をこう見ながら、はい、まあ、どっかで必ずあの三浦友和さんの刑事が、はい、そう、俺はアナログだからとか、うん、この今の世の中は馴染んでないみたいなやり取りが、うん、あるんじゃないかっていう予想は立ててます。まあ、まあ、それもあるでしょうね。そうそうそう、どうなるのかなってね、うん。モデルになった方とかいるんですか？モデルはなってないですけど、まあ、僕は今まで見てきたその刑事もの、うん、探偵ものの、まあ、特に昭和のね、ドラマ映画に、まあ、ハマってこの世界に入ったってもあるんで、うん、その辺のやつは結構参照してるんですよ。うん、まあ、後半でそれちょっと語っておこうと思うんですけど。ええ、まあ、であとね、この2人僕初めて仕事したんですけど、はい、まあ面白いですねあスピンオフを作りたいぐらいやっぱ面白かったです。あ、スピンオフいいですね。なんかね、もう全然年齢違うんですけど、うん、やっぱり2人とも息が合ってて、うん、広瀬アリスさんの方は割と、ね、コメディエンヌ的な芝居がやっぱうまいんですよね。うん、あ、でもそうです、僕もですね、以前あの共演させていただいたのも、あの探偵が早すぎるっていう、あー、広瀬さんの、そうですね、はい、あれも結構コメディ色が、うん、はい、その前スペシャルドラマが確か放送されてて、うん、あ、そうです、評価も高かったんじゃないですかね。私も結構前ですけど、あの映画の銀のさじで実は一緒でして、あ、そうか、そうなんです、もう7年、6年、7年ぶりぐらいに再会して挨拶した時に、うんうんうん、もう全然違うオーラになってびっくりしました。やっぱなんかね、僕あとね、去年年末にあの三谷幸喜さんのシャーロック・ホームズの舞台見に行ったんですよ。あ、出られてたんですか？出られてて、佐藤二朗さんがワトソンで、まあ、広瀬アリスさんは、なんかそこに出入りするちょっと謎のご婦人みたいな設定なんですけど、まあ面白いですよ、芝居は。やっぱりね、すごいコメディーがうまいなっていうのもあって、結構今回 AI 崩壊、あのシリアスな話なんですけど、三浦さんと広瀬アリスさんのとこだけはちょっととぼけた掛け合いとかもあるんですよ。そうですね、そうですね。あ、そうなんですね。ちょっと息抜きパート的なところもあるんですよ。あ、それはね、全然予告からはね、伝わらないでしょ。伝わらないですね。まあ、武井さんはちょっと同じシーンにも何回か共演してると思うんですけど、まあ、あの、ガンちゃん演じる岩田くんの、まあ、その桜庭さんっていうエリート捜査官と、うん、そうかそうか、ちょっと対比的な、対立ね、対比的な感じで、郷田恭一という岩田さんの役は、岩田さんが警視庁の理事官、警察庁の理事官、警察庁あのキャリアですね、理事官、なるほど、キャリア組でサイバー犯罪対策課を指揮、でここと対立対立っていうか、まあ、対比的な、そうですね、基本的に捜査は一緒にするんで、同じその大沢三十九流の、まあ、テロ行為に対してあの追いかけていくっていうところがあるんですけど、その操作の方法が違うという、うん、対立というか対比していくとですね。でもやっぱり
かなり衣装の感じも全然違いますよね。衣装違いますよ。だってくんも予告見てもらうと思うんですけど、スーツにあのメガネ、かっこいいメガネに対してね、宮本孝さんね、これも衣装合わせの時に、なんかこう自分でイメージの衣装を持ってきてくれて、でそれがあのあ素晴らしいなと思って、でそれを見て、あじゃあそれ参考にさせてもらいますとかって言って、ちょっとお預かりしていいですかねって感じでこう、お預かったら後ろに血のりがバッて出てて、なんか昔の撮影で使った衣装なんだへえ、これザ叩き上げって感じですもんね。これちょっとよれてる感じの撮影とか役柄に応じていつも髪型も自分で変えられてて、今回は結構白髪を残して、あのヒゲも生やしてっていう、結構ヒゲ生やすの珍しいんですけど、割と黒い髪でカチッとしてることも多いんですけど、今回かなり叩き上げ感を出されて、であのメイクとかも自分でもう現場やってきちゃうぐらい自分でできちゃうんですよ。へヘアメイクさんとかの前行ってやんなくても自分でバッと来て、メイクして現場でふわっとくるぐらい。すごいですね、さすがベテランって感じですよ。もう、あの俺が一緒にやってなかったというと、あのビジナンテの姿俊さんとかも、はい、自分の車で全部やってきて、衣装も自分で着て、現場来るっていうぐらいの、あそうなんですね、昔のからやってる俳優さんってやっぱそういうのがすごいですよね。衣装も自前でも用意してくるし、かたや一方の広瀬アリスさんはもう今ときめく女優さんですから、あの衣装何にしようかなっつって、まあ、新人だし、ふたは軽く動けるようにつもって用意したんですけど、ペラペラで寒いんですよ船のシーンとかあの冒頭だけ室内で、あと操作が始まったらこの二人は結構足で稼ぐっていうタイプなんで、外出てくるんですよ。ヒロシアリスさんがどんどん追い込まれてくっていうね、寒さで実際に身体的に追い込まれてくる後でだんだん、あこれやばいですね私みたいな感じで着るものもないみたいなこれ男女でしかも年齢がかなり離れてるみたいな設定にしたのはなんかあれだったんですか。まあやっぱりね、今こうやっぱ女性がこう職場でっていうことも多いじゃないですか、であとやっぱりその昔、まあ、これが語るんですけど、昔のバディモノとかって結構男男とか多かったんですけど、まあこの AI 他の中では総理大臣も女性だったりとか、あと他 の, その研究施設 の, そのホープっていう加藤健人君が働いてる会社も、まあ、玉城ティナさんとか、まあ、そういう こう女性がこう一斉で働いてるっていう設定があったんで、なるほど。このサイバー犯罪対策課の芦名瀬さんとね、はい、これはガンちゃんの部下って役ですね、とかやっぱそういう意味で女性をちょっとやっぱ増えてるっていう世界にしてます。なるほど、10年後、まあ、確かにこの10年ぐらいでね、なんていうか社会的な、ね、認識も変わってきたじゃない、あとやっぱその撮影現場でも照明部とか撮影部っていう、肉体労働の方でも女性増えたじゃないですか。あ増えましたね。今までだったらそういうちょっとガテン系の仕事って男性がやってたのは、結構ちっちゃい女性が照明機材運んだりとか、確かにカメラのセッティングしたりとかってやってて、そういう意味で言うとかなり職場のこうなんていうんですか、男女比ってやっぱ、ね、変わってくるだなと思って、同じサイバーマンの私たちのグループもやっぱり女性も多かった印象です。あなるほど。ね、むしろサイバー犯罪対策課ってこうパソコンとか IT 系の仕事なんで、女性の方が多分多くした気がします。私が実際そのバディじゃないですけどペアを組んだ相手も女性で、女同士で一緒にやり取りしてました、ずっと。あと設定的に言うと三浦友和さんの演じた郷田っていうのはもう体感間近なんですよ。あ、まあ、年齢的にも三浦さんのねセブンのモーガン・フリーマン、あーそうそうそう的な感じですね。で、広瀬アリスさんがブラッド・ピット的なちょっと張りっかり系のツンツンした感じで、なるほど。で、あのモーガン・フリーマンからいろんなことを学んでいくっていう、うんうん、いや、やっぱいいですね、バディモーガン・フリーマン結構ね、この映画の中でハードな話とかあのシリアスなシーン多いんですけど、二人のとこだけはね、ちょっとなんかね、クスッとできるというか、あとまあちょっと小ネタですけど、昭和の刑事物で育ってるんで、キーアイテムってあるじゃないですか。張り込みしてるときはアンパンと牛乳、はいはい、とかもちょっと食ってもらったりして、2人に、まだ食べないやつそれで2030年でも2030年も牛乳とかまあまあありますよね。そうでも2030年って多分こういうプラスチックとかペットボトルってなくなっていく方向に行くんですよ。あそうですね、確かに今ね、でだからね、2030年の、
牛乳はストロー紙にしてもらって、お紙ストロー、あーなるほど、デザインとかもちょっとエコな感じにしてもらって、へえ、でも作ってる、でも作ってる、雲は変わらないけどやっぱり10年後のデザインとか、そう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 、その今のね、その時の社会を反映してるものになって、だからそういう意味で言うとこの2人はあれですよ、平成なんてなかったかのごとく、うんうんうん、令和と昭和を繋いでますよ、この2人平成ジャンプじゃん、へえ、どうですか？でもなんかそこのそういうテイストが若干あるっていうのは全然想像してなかったんで、うん、すごい楽しみです、ね、一応ね、まあ、AI とかっていうその人工知能とかハイテクノロジーの話じゃないですか、うん、だから逆に人間らしさみたいなのをなるほどちょっと出したくて、うんうん、そういう意味で言うとね、結構捜査官の人とかね、ガンちゃんとかのチームも含めて、うん、やっぱ徹夜で操作したら飯は食うよねっつって、ええ、だカメリサとかのチームを飯を食ってもシーンがあるんですよ。あ、そうなんです、うん、そう、あ、それはね、でもね大事じゃないですか、意外、うん、そうですね、でも大事ですよね、大事、意外とそのね、うんうん、クールなエリートたちでも、うん、腹は減るから絶対、まあまあまあそうですよね、だからやっぱ食わないと操作なんないんじゃないのっつって、ええ、あのまあ出前っていうかこう買ってきたハンバーガー食うみたいなとこもあるんで、みんなでハンバーガー食べながらこうやってパソコンやってってやりました、ね、なんかそういう描写ってあんまり邦画は少ないです、そうあんまりないないです、特に SF でもだとどう出ししちゃうんですかね、やっぱりその AI とかテイストに合わせて、俺の好きなその、うん、アメリカ映画 そのトニー・スコットの映画とかだと、トニー・スコットのやつ結構食ってるんですよ、ウィル・スミスのエネミー・オブ・アメリカって、捜査員の下っ端でジャック・ブラックがいるんですけど、あーいますね、結構ずっと食ってるんですよ、あー確かになんかNSA って、まあ、秘密捜査をする、まあ、スノーデンとかいたところの、割とハイテクな捜査員なのに、うんうん、なんかずっと食ってるんですよ、そうそう、あれねまだブレイクする前のねジャック・ブラックですね、そうそうそう、いい芝居してる、そうちょっとオタクっぽいね、だから本画だと意外とそこら辺記号的にしちゃうんですけど、今回やっぱちょっと人間でしょっていうことも含めて、うん、食ってますね、だから捜査チームは全員分ハンバーガーと飲み物用意して、用意していただきました、まあ、芝居で使ってくださいね、ポテト食べる人はどうぞって言われて、うん、でポテト私あれ多分映ってないかもしれないですけど、パソコンいじる人って手折れちゃうじゃないですか、うんうん、割り箸箸を用意していただいて箸でポテトを食べてます、ね、プログラマーの人とかはサイバー系の人ってこう箸でポテトチップスとかこうつまんでくるんだよね、うん、なるほど、小ネタをある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 、すいませんお箸ありますかねありがとうございます、お客さん実はどうですか、うん、なるほど、あのバディモノ、あバディモノね、俺もねでもやっぱ好きですよね、バディモノは、うん、だバディモノのいろんな記憶を蘇らせて作ったんですけど、俺はもう世代的に完全にまあタカとユージあまあそうですよね、まあ、僕らの世代的にねアメリカなんですよね、アメリカでねテレビドラマの刑事もの面白いなって入ったんで、もうあの時のね何回、まあ、VHS だったんで当時、すり切れるなんかね俺らが子供の時は夕方の再放送でずっとやってた、ね、金曜ロードショーみたいなこと、違う違う4時ぐらい、夕方の4時から5時とか、小学校から帰ってくるとちょうど見れるぐらいの時間がやってたの、危ないデカと、あと、ね、危ないとデカ貴族、デカ貴族ね、そうめっちゃやってた、いや水谷さんね、そうそう水谷さんの相棒の前ね水谷豊かってかっこいいなと思ったのがね、うん、やっぱデカ貴族だったよね、デカ貴族なんですよ、特に俺も2がすごい好きで、うん、あそうですね、で1はねまだ出てないんですよ、あ水谷さんがそうまだ出演されてなくて、うん、で2でねいろんなこうサブキャラクターも固まってきて、うん、そうそう、で2、3あたりが水谷さん大活躍するんだけど、そうですね、あれ今考えるとなんですけど、大観所って言って大観山なんですよね、あ、そういう設定なんですね、そうなんですよ、でもまあちょっとそう、だからちょっと80年代、要するにバブルの頃だから、あそうそう、結構ね、おしゃれなの、あ楽しそう、みんなスーツとかで、で、危ないデカは横浜でしょ、横浜、うん、で、まあデカ貴族はチームものじゃないですか、そうですね、アブデカはバディですから、バディですからね、アブデカ、うんうん、ああアブデカ、アブデカ、いやでもね、確かにね、俺もバディモノ1本ずつって言われて、俺も完全にアブデカの最後の映画版、さらば、さらばをね話そうなかななんて思ってたんですよね、あ5年前ぐらいですね、4年前、そうですね、4、5年前ですね、2016年の平さんと達代さんと、あと吉川晃司さんが、そう吉川晃司さん、敵役で、あと今も結構ときめく若手の俳優さんも結構出てますよね、いっぱいね、あそうですね、で旧メンバーも
あのがっちり中村徹さんも出てるし、うんうん、中村徹さん結構あんま偉くなってるけど、うん、そうだね、まだね、まだね、おかしいな、そこだけ見えない、あれね、あれ、タチさんバイク乗んのかなと思って見てたらやっぱ乗ったし、ね、そうなんですよ、かっこよ、そうね、さらば危ないか、そうですね、うん、まあ、あと、バディもので好きなのは、うん、いろいろあるじゃないですか、バディもの、で、その中でも俺意外とラッシュアワーシリーズが地味に好きで、変則ね、はい、変則ね、変則バディもの、ジャッキーね、ジャッキーチェーンとクリスタックですね、ラッシュアワーだって面白い、ラッシュアワーは面白いですよね、面白い、そう、なんかあんまりこういうので払わされる機会って全然ないと思うんだけど、しかもね、その一応こう黒人とアジア人っていう、そうっていうこの、そうそう、このね、あの変則コンビがね、でいがみ合いつつも友情も生まれてくるみたいな、うん、でジャッキー的なアクションが まあ、バリバリあるから、うん、バカらしいのもあるし、ジャッキーはもう手と足がすげえ速いけど、グリスタックは口がするっていう、すごいいい感じになる、あれね、いいバディですよね、あ、いいじゃないですか、あと、まあちらっと話しましたけどね、あの、まあ、セブンのね、うん、ビモンとブラッド・ピットの2人みたいな、ちょっと年の差も好きだし、やっぱり2人いるとこう、うん、俺こっち来たい、俺こっちだみたいなとか、うん、お前バカだなみたいなとか、そういうのができるじゃないですか、うんうん、そうなんですよね、なんか見てて楽しいんですよね、うん、チームだとそれなかなかないですもんね。亀井さん、なんか好きなバディモノある？バディモノで浮かぶのはスティングとか、スティング、え、違う？あースティング、ね、まあ、ケイじゃないですけど、スティングはね、バディっていう、うん、あれに、でも意外とね、個別、意外と個別コード多いんだよ、バディはやっぱり基本的に2人で、うん、嫌なんだけど、うん、一緒にいなきゃいけないっていうのもで、同じ何かを追わなきゃいけないみたいな、あと、邦画だと探偵はバーニールとか、あ、やっぱりシリーズ続いてますし、探偵はバーニールはバーディーですね、うん、大泉洋さんと松田龍也君と、うんうんうん、あれね、なんかどんどん面白くなってって、うん、あのなんかこう松田龍也君のとぼけた感じと、うんうん、大泉洋さんのなんか対比が新しいなと思って、うんうんなんかバディモノってやっぱり続きが見たくなるって、ああ、そうそうそう、こうシリーズ化がね、うん、こう見たくなるっていうのもいいですよね、うん、だからそれこそ俺が去年から大好きになった特捜部9、あれもあの完全にバディなんで、あれ国はどこなんだっけ、デンマークです、デンマークのバディモノってすごいよね、しかもさ、ね、俺見たんだよ、小牧根が好きですから結構地味だよ、地味だよ、コペンハーゲン、あの首都のコペンハーゲン署のまあ、かなり、暴力刑事で、うん、仏頂面で不愛想なやつと、そのアラブ系の移民のデンマーク人の、うん、アサドっていう、ちょっとね、それもちょっとこわもてなんだけど、優しい、ちょっと優しい、マイルドな、でもさ、あんた割とさ、超々ハッシュな感じじゃないじゃん、割とボソ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 ってサッポミとさ、ボケがさ、でもね、もうね、シリーズ4作出てるんで、やっぱ人気なんですね、そうじゃあ一番いいの今のところどれ、あ、もう4作目です、なんかね、結構尻上がりにやっぱシリーズ、タイトルをちょっと、あ、そう、ね、特捜部9、カルテ番号64かな、が最新作、が最新作ですね、ちょっと見ます、ええ、これ Amazon プライムとかも確か見れるんですよね、あ、そうそうですね、Netflix とか、うん、いや、あと Amazon プライムは見れると思う、見れる、そうですね、いやー、確かにあれはね、あのなんか暗いっていうか、うん、しとっとしたバディーものですよね、そうそう、なんかやっぱその、なんていうんですかね、土地感っていうか、うん、そうそう、デンマークの、あの出るのよ、やっぱり、うん、うん、なるほど、まあそういう感じで締めますか、それで、ああ、そうですね、ええ、まあちょっと三浦友和さん、僕はちょっとこうあれずっと仕事をしたくて、うん、ね、よくね、仕事をしたい俳優さん誰ですかって聞かれるんですけど、ええ、あのやっぱりベテランの人って仕事したいんですよ、ええ、やっぱそういう意味で言うと三浦友和さんは相馬慎二監督の台風クラブっていう、うん、まあ、傑作に出られてるんで、はい、もう僕は撮影中、AI 崩壊の撮影なのに、ずっと台風クラブの話ばっかり。どうやってやめてるのかって撮ったんですか。三浦友和さんはあの役を受けるときに、それまではこう、ある種主役しかやらないスターだったのが、ああいう役をやるきっかけって何だったんですかとか、そういう話もさせてもらって、あとね、大沢たかおさんの次ぐらいに三浦友和さんとは、撮影前によく飯行って、へー、で、脚本についてとか映画、
のなんかこうどういう映画が好きかとか、結構話させてもらったんですよ。へえ。本当ね、僕も止めるからね、入ってほしいぐらい見てるから本当に本当に叶わない。すごいじゃん。なんか特別連載とか持ってくれないですか本当にボヘミアン・ラプソディとか俺より先に見てたから。へえ。すごいですよ。ああ、そうなんですね。三浦友和が映画館に行って人にこうどう思われるんだろうと思って。へえ。いや、僕ねまだね、お仕事ではお会いしたことなくて、でもあの先輩 あの赤堀さんが監督された桂木事件。あ、そう、桂木事件ね。もうやっぱり最近だと記憶に残ってる一本ですね。やっぱ相当、まあ、大変だったと。そうですね、桂木事件もね、キャラクターがね、そうですね、すごいキャラを、ね、演じてますからね。三浦さんだから、やっぱり三浦さんもすごい振り幅っていうか、役のね、テイストがやっぱり違うんですね。ですやっぱりその、もう仕事を選んで、本当にこの人とやりたい。今回で言うと、その入江っていう監督と大阪顔っていう人と仕事したいって言ってくださって、大阪さんも初めてだったらしくて、すごい興味があって。ずっと仕事できないかってチャンスを狙ってたらしいんですよ、でそれで今回組ませてもらったんですけど、あら、そういう意味で言うと大きな大作とか、そのインディペンデントの映画と関係なくて、この人とやりたいとかっていうので出てる。あ、なるほどね。このじゃあもうちょっと最後にこの2人が出会う、はい、多分この2人が共演してるシーンって俺そんなにないと思うんですよね、 AI 業界の中で。この2人が、あの大沢さんと上田さんは、まあ言ってみればその、まあ、ね、向こうの人と、そう、うん、あのだから逃亡者で言ったらハリソン・フォードと、トミー・リー・ジョーンズ的な立場じゃないですか。だからね、そのどこで会うのか、どこで会うのかっていうね、それはね見ものですよ。そう、この2人の共演シーンが楽しみ。ハリソン・フォードとトミー・リー・ジョーンズだって会う回数すっごいですからね。そうですね。さあ本編でどうなってるでしょうか。ということですかね。はい。では改めまして、AI 崩壊は、2020年の1月31日金曜日から、いよいよですね、はい、あと3週間ぐらい。いやぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。そしてよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。